大人の女性がファッション云々以前に一番気をつけなくちゃいけないのは、はい、こんにちは、ミランダ母ちゃんです。今日はこのチャンネルに素敵なゲストの方をお迎えしました。ファッションブロガーマダム H さんこと佐藤春子さんです。皆さんこんにちは、マダム H こと佐藤春子です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうね、マダム H さんといえばブログマダム H のバラ色の人生大人気ですよね。アパレルデザイナーとして長年ご活躍なさって、現在はアパレルブランドマダム H クローゼットで素敵なお洋服をプロデュースなさっていらっしゃいます。でそれとともに価値あるお洋服を復活させるお直しサロンのリモーデというのを運営されていらっしゃいます。そして普通の服をカットするほど綺麗に着る、もうこちら素晴らしい。もう私この本でマダムのこと大好きになっちゃったんですけれど、こちらの本も大人気。本当にね、日本にもこんなに素敵なマダムがいたんだって思うほど素晴らしいマダムなので、今日はたっぷりとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マダム H クローゼットっていうのはどんな経緯で出来上がったんですか？はい、はい、今ご紹介いただいたこの本なんですけれども、はいはい、まあ、3年前なんですよね。あ、もうそんなになりますか？この時は68歳のブロガー、はい、私これね、もう今や古希を過ぎちゃいました。おめでとうございます。ずいぶん前の古い話だなと思ったんですけれども、はいはい、この本の中に価値あるね、ベーシックアイテム、長く着れるベーシックアイテムを持つことが必要だよということを、書いているんですけれども、はいはい、その時に読者さんからマダムが言ってるアイテムって一体どこに行ったら買えるのっていう話が、ね、ありましてね、はい、で百貨店とかいろいろ見たんですけれども、はい、どこに売ってないの実は。白シャツって言ってもやっぱり難しいですよ ね、まあ、それでじゃあそのベーシックをなかったら作っちゃおうっていうことなんでしょうか？だから結局作るよりしょうがないので、はい、やっぱりインポートものの素敵なのはたくさんありますけれども、はい、バカ高い、ちょっとそこまでお金、そうですね、そうかといってあんまりあのファストブランドではもう大人になった時にね、はい、そろそろもうちょっといいシャツとか欲しいじゃないですか。なんかね、やっぱりこの辺の顔写りが全然違いますよ ね。それでもうないなら作ってしまえということ で、それが一番手っ取り早いという。なのでこういうベーシックなアイテムが多いっていうことなんですね、はいはい、これだけベーシックだとそんなに年齢というのに関係なく、あまり関係ないですよ ね。そうですね、お召しいただけますよね、じゃあ今日はそのマダム H クローゼットのお洋服をたっぷりと皆さんにご覧いただこうと思います。楽しみにしててください。さてここからが本題です。今日は母ちゃんの私物をマダム H さんにコーディネートしていただこうという、もうなんとも贅沢な企画なんです。今日は母ちゃんのこの私物を持ってまいりましたのでよろしくお願いいたします、と一つが、ね、このデニムですね、501のリーバイス501のデニム、そして二つ目がコンブレ、3つ目がネイビーのワイドパンツです。こんな感じでお願いしようと思うんですけど、はい、この3つのアイテムというのはどなたもご自分のワードローブの中にあるものだと思うんですね、はい、そうですよね、皆さんお持ちですよ ね。で一番あの個性が出やすいものなので、はい、もう私流の、はい、あのコーディネートを母ちゃんに、はい、ぜひあの試していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう煮るなり焼くなりお好きなようにお願いいたします。焼いちゃいますか？はい、焼いてください。お願いします。マダム、なんか私たちってちょっとこうやって見ると漫才コンビみたいじゃないですか？ですよね。ね、なんでしょう。となると私が行くよ。私が来るよ。二人合わせて行くよ来るよ。それではまず1枚目です。リーバイス501のデニムをマダムにお料理をしていただこうと思うんですけれども、なんかねデニムってちょっとねカジュアルになっちゃうっていうか、どんな感じで着たらいいですか ね。デニムにね、はい、結構合わせがちなのが、はい、デニムプラス T シャツ、はい、それにスニーカー、はい、やるやる、これやるでしょ、やります、これね、はい、やっぱりいい大人がねやると年末のお掃除あるいは、はい、お子さんの運動会の付き添いみたいになっちゃう、ね、そこにおしゃれ感ですよね。
確かにね、どうやったらおしゃれ。そこで先ほど出ました、はい、白シャツ、白シャツ、白シャツとデニムが、あのかっこよく着れたら、これは大人ならではのおしゃれになりますので、まずそれを試していただきたいと思います、はい、で白シャツで一番大事なのはね、何、うん、だと思います。何でしょう、素材。素材ももちろんですけれども、はい、サイズ感です。サイズ感で、やはり、うん、あの母ちゃんの場合は非常に、はい、あのファッショナブルのものを、はい、もう着慣れているので、はい、ちょっと着崩していただくためには、うん、38が M サイズ、はい、40が L なんですけれども、38、40ですね、はい、40です、はい、でその人 の、うん、あの体型とかキャラクターによって、はいはい、サイズというのはそれぞれ違いますから。なるほど。で今日は、うん、40サイズを着ていただきたいと思います、はい、ちょっと大きめな感じで、大きめな感じ、それで、はい、一番サイズの他にジーンズのコーディネートで大事なのはね、はい、靴なの、ね、そうですよね、あの靴で全てその人のおしゃれ度が分かるという、何よりも金銀パール必要ないのに、金銀パールね金銀パールプレゼントって昔ありましたよね、金銀パールプレゼント知らないね、最近ね、 あったんですけれども、それはジーンズの時は必要ない。あ、なるほどね、やっぱり洗いざらしの爽やかなイメージ、うん、そうですね、これもこれもとってもパリッと爽やかにいきたいですよね。ただ悲しいことに年取るともに爽やかさはどん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 低くなっていく、はいはい、その時にポイントは大人の女性の品のいいセクシーさ、品のいいセクシーさ、はい、例えばどんな感じで靴合わせましょうか。母ちゃんの場合は、はい、用意していただきましたけれども、はい、非常に綺麗なヒールの靴、はいはい、もう好きなんですよ、9センチヒール。これ何、ジミーチューですか。チューちゃん、チューちゃんね、やっぱりチューちゃんの靴あたりを合わせていただくと非常にあのカジュアルなものが格上げされるので、うん、シンプルで大人っぽい感じになりますよね。そうなると余分な金銀パールプレゼントはいらないと、プレゼントされなくてもいい、はい、これで試してみましょう、はい、試してみましょう、はいはい、マダムエイジクローゼットの白シャツを着せていただきました。素敵、はい、かっこいいですね、母ちゃん。この肥沃の、ね、前にボタンがないだけで、そうそうそう、ボタンがなくてあとポケットがない、ね、そうですよ ね、 ね、余計なものが余計なものがなくて、やっぱり下手すると制服みたいに、はい、学生さんの制服みたいになりましたので、た、ね、大人の白シャツということで、はい、ね、ミランダ母ちゃん見事に着こなしていただきました、シャツって全然違うんですね、やっぱりね、着心地いいでしょ、うん、いいです、とても素材柔らかいですし、ね、はいはい、で今あの割とこう抜け気味のシャツっていうのが多いんですけれども、はい、マダムエイジクローゼットの場合は襟がきちっと決まる、うん、それときちっと襟が立つね、マダムのこのシャツもすごく、はい、綺麗な形具合ですよね。ロンドンストライプのシャツで全く同じパターンなんですけれども、はい、やっぱり襟と、あとはブーゾン、はい、よくねこう中途半端、全部上までかければまたそれは可愛いんですけれども、はい、中途半端にねこう開けてる人がいるんですよ。そうじゃなくて一番お顔が小さく見えて女性のデコルテが綺麗に見える V ゾーンを強調してください。これ大人ならではですね。大人ならではなんですね。で第2ボタン、あの今第3ボタンぐらいまで開けて中にあのキャミソール、はい、これ GU のインナーを着てきました。それでいいと思う。白ですね。白です。もう絶対に白シャツには白です。あ、ベージュだと、ちょっと黒ずんでる。ですよね。あとイチゴ柄とかやめてもらう。イチゴ柄ここから捨てちゃったりとかしてね、はい、うん、それはそれで、ね、あの若い人は可愛いんですけど、大人のイチゴ柄は禁止そうですね、はい、大人イチゴやめときます、はい、それからあとアクセサリーの統一感です。はい、はい、そうですね。で今回はちょっとボーンカフとシルバーの時計と、はいはい、ちょうどいい感じですね、うん、ちょっとね辛口な感じで、うん、辛口な感じで、はい、また例えばここにね、あのフープヤリングするとやりすぎ、うん、難しいとこですよね、はいはい、あと靴、はい、靴に皆さんに注目してください、はい、これはねミランダ母ちゃんならでは、これ好きなんですよ、ね、私すごい綺麗なあのレオパード柄の靴ですけれども、うん、やっぱりその靴をジーンズに合わせることによって、はい、ちょっとワイルド、うん、そうです ね、 ね、ちょっとミラノマダムみたいな感じで、ね、うん、そう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 、合わせになりますよね。そうなんです、はい、で寒い時あるでしょ、はい、であと色が欲しい、その時に私がよくやる手なんですけれども、はい、ニットのね
ベリーのベリーなんですけれども、ベリー色、ちょっとベリー色、はい、でこう肩にストールワイド、はい、こう肩掛け、はい、プロデューサースタイルって言うんですか、ね、そうですね、まあ、一時あの男性の間に入りましたけど、寒い時にちょっとね、ちょっとマフラーチック、マフラーチック、で寒かったら着ちまえばいいので、着ちまえばいい、はい、確かに、ですから割とそう綺麗な色のニット、はい、今回プルオーバー合わせてますけれども、はい、カーディガンほら、カーちゃん上手じゃない、この辺好きなんですよ ね、 ね、なんかこれがあるとちょっとアクセントにするでしょ、そうですね、はい、その場合はちょっと綺麗な色のカーディガンを1枚持つと便利かな、一、はい、手間ですね、シンプルコーデに一手間、はい、はい、ありがとうございます。それでは2枚目はコンブレ、はい、このアイテムはいかがでしょうか。本当にこれも下手するとリクルートチック、あ、わかります、ね、なんかね大学生の頃からずっと着てるから、はい、なので、まあ、永遠のアイテムでもあるわけですね。そうですね、ですから、はい、あの1枚持ってると、はい、とってもあの便利なアイテムなんですけれども、はい、やっぱり大人が着るにはどうしたらいいのかということと、はい、それから、まあ、これから春にどんどん向かっていくわけですけれども、はい、ちょっと今回はマリンテイスト、はい、あ、素敵、春になると紺白のちょっとマリン風の色の組み合わせって素敵じゃないですか、もうね、なんかクルーズコレクションっていう感じで ね、 ね、その辺を意識してちょっとコーディネートしてみました、はい、お願いします、はい、ではまだコンブレを着てまいりました。でコンブレの中に T シャツ、はい、うん、それにジーンズっていうスタイルは、はい、ジュリア・ロバーツ、そう、プリティーウーマンですね、はいはい、あれで一挙にね、あの女性がコンブレを左右着るということがね、はい、一般的に懐かしいですね、青春ね。それで、はい、今日は、まあ、T シャツではなくて、ね、あのちょっとおしゃれな、はい、インナーを合わせてみます、はい、でこれはね実はねノースリーブなんですけれども、気になるね、確かにここからねハミ肉ちゃんがね、ポニョ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 なんですけれども、はいはい、ポニョを隠す、うん、はい、優しい大人に優しいカットと、あとこの V ゾーン、はい、すごくね程よい焼き具合いいでしょ、はい、ですからオフィスでもねこうした時中見えるってやっぱりちょっとやばいので、なんかねエロくなっちゃいますよね、なんかちょうど上品な、はい、あのデコルテも綺麗に見えるしということで、はいはい、素材はコットンになってすごくねサラッとして、うん、気持ちがいい、はい、ジャケットをね、はい、着ない時にはこういうカーディガンもこれ素敵ですよね、炎のランナチ、母ちゃんと喋ってると古い話ばっかり白のラインが来て、ね、そうですよね、このね V 襟のこの襟元の白っていうのは、はい、女性の顔をねすごく明るく見せてる、それは嬉しいでしょう、F 番効果と一緒なの、ね、そうですよね、うん、ここ真っ黒よりも白がスッと入るだけで、ね、中に入るだけで、はいはい、非常に明るく爽やかに見える、はい、で今回はねパシッとその白のパンツ素敵ですね、はいはい、これもね細身パンツで、うん、もう癖のない感じ で、 で、はい、この今日はパテントの非常に綺麗なちょっと白が配色になっているジーンズを合わせていただいてますけれども、はいはい、このスタイルだったらこういう白のスニーカー、うん、あ、これだったら白のスニーカーを合わせてもいいと思います。なるほど、もう上がこのまま大人っぽいからスニーカーでスニーカーで合わせても今風のそうですね、お話ができると思います。はい、はい、であとコットンパンツって皆さん、お持ちです、はい、これユニクロ、ユニクロ、なかなかよくですよ、ね、うん、よくできてます、ね、はい、でパンツの形っていうのもやっぱりその時代時代でアップデートしていかないと、はいはい、そうですよね、はい、でこのワイドを組み合わせたらね、素敵だと思います、はい、そうですね、この着こなしだと割と動きやすいし、はい、ありがとうございます。じゃあマダム、3枚目はワイドパンツを持ってきたんですけど、はい、ネイビーのまあ普通のよくあるワイドパンツなんですけど、はい、これはどうしましょうか、はい、ワイドパンツはどちらかというと背の高い、はい、母ちゃんって身長いくつ？167センチ、うらやまなんかね寝る子を育っちゃったんですよね。そうですか、うん、私よく寝てよく食べたんだけれども、はい、やっぱりこれ止まりっていうのは世代の差ですかね、まあ、それぞれね、やっぱりこう身長とか体型ってそれぞれ、ね、ありますからね、そうなった時に、うん、今回はね、はい、小柄ちゃんでもいけるようなコーディネートでお見せします、はい、っていうのは母ちゃんのミランダチャンネルでもやってましたけれども、はい、下が大きい、はい、
上は小さく、はい、それがまあ一番あのワイドパンツを合わせる基本になるわけね、うん、メリハリですね。メリとハリですね、はい、お肌のハリももちろん、それは欲しいね。そしたらマダムコーディネート的には、うん、そうですね、はい、この上に白シャツでもいいんですけれども、はい、ちょっと当たり前すぎるので、うん、はい、誰でも持っているグレーのブローバー持ってるですよ。持ってます ね明るいグレーとネイビーの組み合わせっていうのは、はいはい、ちょっとトランドの匂いもして、はい、でも品のいいそうです、ね、コーディネートになると思うんですね。でそれにやっぱり私が力説しているのは合わせる靴です、はいはい、靴もう何といっても靴が大事、うん、はい、はい、で今回は、はい、カジャンヒールのイメージあるんですけれども、はい、非常に綺麗な、はい、これはチャーチですかね。チャーチです、はい、チャーチのスタッド付きの、うん、ちょっとトランドを意識して好きこういうの好き、ね、でちょっとロックな感じ、ね、イエイ、そうなんですよ ねちょっとね足元だけパンチが出てる感じ、そ う,、ね、はい、そういう感じで着ていただけますか、はい、でワイドパンツに先ほどお話したように、はい、あのちょっとコンパクトなニットを合わせていただいてます、はい、ただハイゲージなので、うん、少しゆったりめ、うん、あんまりまた ね、ニットって今ピタピタってあのリブ以外はちょっとゆったりめが欲しいじゃないですか、はい、ですからちょっとあの程よいゆとりのちょうどいいですね。そうです ねそれがまたあまりあの大きかったりローゲージであると、はい、またちょっと体型的にね、あの着る方を選んだりするんですけれども、はい、まあどなたでもこなしできるバランスだと思います。そうですね、これなんかまだ小柄さんなんかもね、ワイドパンツは綺麗なバランスで、ワイドパンツ背が高く見える、そうね、この分だけね、この分だけ、はい、それで今回は V の V ゾーンを綺麗に見せるというか、はい、V 襟のニット合わせてるんですけれども、はい、V 襟ニットとか V ゾーンを見せた時に皆さんここ寂しいとか思うでしょ、はい、なんかね、ここなんかしようかなって、なんかしようかなって言って、その時にやりがちな間違いはちょんちょこりん、ちょんちょこりん、わかります、ちょんちょこりんとは、ちょんちょこりんとはちょんちょこりんのアクセサリーな、はい、あー、なんか中途半端な大きさのちょんちょこりんのやつ、ちょっと、うん、ちょんちょこりんのわかるかな、わかる、あの例えば一粒ダイヤのとかね、あの金の細いのはそれはあの、はい、お守り代わりで、はい、ね、ずっとつけとく感じで、ね、ずっとつけとくタイプなんですけれども、はい、うんうん、それに重ね付け付けしてもいいんですけれども、はい、なんかねちょっと寂しいからといって、うん、無意味なアクセサリーをつけちゃう、無意味、確かになんか遠目だとあるんだかないんだかみたいなね、そうなの、はい、だからどうせやるんだったら、はい、バンと存在感のある、あ、確かにこれすごく、はい、これはね、あの水牛の、はい、あ、水牛なんですか、水牛のすごいですよ、あ、このね、なんか色目がやっぱりちょっとナチュラルな、ね、そうです ね、それとグレーと の組み合わせの相性がいいと思うんですけれども、はい、やっぱりこれぐらい存在感のあるものをつけていただいた方が、はい、やるならこれぐらい、やるならこれ、 ね、それからね、もう一つおすすめのアクセサリーがバングル、はい、バングルってね、母ちゃん日本で全く売れないアイテムって知ってた、嘘、本当そうですか、そうなんです、だってほら私みたいに手大きい人、うん、この大きいバングルって、そうなの、あのね、キャセン、キャセンのよね、マダムもね、そうなんです、すごくしっかりした大きさを、今日はね、ゴールドで、うん、あのゴールドの靴とゴールドのバングルで、うん、まとめてみましたけど、かなりこういかつい感じですけど、そうそうそう、でも馴染みますよね、のね、はい、だからあのちょんちょこりん、ちょんちょこりん、ダブルちょんちょこみたいな方って結構いるのよ意味のないちょんちょこりんはやめましょう、うん、やめましょう、うん、やるんだったらバン、はい、そうですね、それかもう目のサインだったらやらない、うん、はい、やらない、うん、じゃあやっぱりその場合はメイクとかね、髪型とか大事になって、はい、あ、なるほど、それはまたのお話なんですけど、そうですね、じゃあもうどこか的を絞って、うん、そうそうそう、あと今回履いていただいたのが、はい、そのチャーチのスターズ付きの靴ですね、はい、でこれはまあ親父靴というかおじ靴なんですけども、はい、おじ靴、はい、そのおじ靴と違うところはやっぱりスターズ付きで、うん、今っぽいとかおしゃれな感じ、うん、アクセントがね、アクセントになりますね、うん、だからそれ革靴だとちょっと気になっちゃう、なかなかね、親父靴とおじ靴って難しいじゃない、はい、難しい、なんかこうおじさんのサラリーマンの、そうなの、餃子靴ってありましたよね、あ、餃子ね、なんかね、チュ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 ってこう、そうそうそう、だからあれと間違えられるような靴が今ギリギリのところが流行なのでね、そうですね、確かにちょっと女の子らしいっていうか、女性らしいものを選んだ方が、なんか
別にチャーチじゃなくても、はい、ザラなんかでも結構ありますよね。割とね、なんかね、デザインいいものが、いいもの、はいはい、だそういう感じで楽しんでいただいてもいいと思います。皆さんいかがでしたか？もうね、マダム H クロゼットの服って本当にシンプルなんですけども、でもよく見ると大人女性をすっごく綺麗に見せる工夫がもういっぱいで勉強になりました。ベーシックっていいですね。そうですね、ベーシックの良さを見直しました、うん、ところで最後にマダムが大人のファッションで一番気をつけてほしいポイントって何ですか？やっぱり盛りすぎと盛らなさすぎ。盛りすぎと盛らなさすぎ。例えば盛りすぎっていうのは、はい、大体アクセサリーのつけすぎ。あ、いますよね。よくありますよね。5本の指全部に切れてる、うん、全部とかね、はいはい、と必ずイヤリングとネックレス合わせなくちゃいけないと思ってる人。あ、たまに3点セットとかフルコ買うときはフルコロスじゃないから、フルセットフルセットフルコース、やっぱりね、全部合わせる必要もないし、そうです。だから大きめのイヤリングつけたらこうやめましょうとか、まあ、イヤリングの盛りすぎもあるんですけれども、はい、あとは盛らなさすぎ、盛らなさすぎ、盛らなさすぎの方は、はい、だいたいね、見てるとね、口紅とかつけてない。大人の女性はファッション云々以前に一番気をつけなくちゃいけないのは、はい、実はヘアスタイル。あ、それありますよね。それからお化粧。はい、お化粧もね、特にバッチリメイクする必要ないんですけれども、はい、せめて、はい、口紅だけは綺麗に塗ると。まあ、でもいつも、ね、口紅結構濃くてらっしゃいます。うん、そうなんです。キリッとなさってますね。濃い口紅が、ね、似合うようになったのは、はい、やっぱある程度年かな。年、そうですね、うん、でも大人だからこそ似合ってくるっていうのはありますよね。シンプルなものを引き立たせるのは、はい、やっぱりヘアスタイルであったり、はい、ヘアスタイルが決まるとね、はい、ほぼね、おしゃれってね、8割ぐらいはもう8割、ここで8割ですね、完成かなっていう。頑張らないといけませんね。結構ヘアスタイルで失敗してる、80年代ずーっと言ってるみたいなね。 あ、はい、ソバージュとかですか？そう前髪だけこう巻いてるとかって、 あります、うんうん、あんな感じの方とか土佐か、まあさすがにないかもわからないんですけれども、顔を隠したいためになんかね、こう顔を髪をね、こうしたりとか、だからヘアスタイルとポイントの化粧、それにあとは盛りすぎの方はもうアクセサリーのつけすぎにご注意。かしこまりました。それぐらいかな。あとはね、シンプルなものした時に年を重ねた女性ってね、顔がアクセサリー、アクセサリーになりますかね。そうなんですよ。かなり中古アクセサリーなんですけど、これヴィンテージ。あ、ヴィンテージなので、はい、その人の生き様が顔に出る、はい、うん、そうですね。でもそれはね、とっても素敵なこと、はい、本当にそう思います。さっき母ちゃんの白シャツ姿を見て私思いましたよ、はいはい、これはね、20代のね、はい、娘っ子には真似できませんから。年季入ってますからね、はい、そういうことを大人のおしゃれ、そうですね、はい、大人ならではのおしゃれがあるよっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、最後に、うん、今日見せていただいた、はい、マダム H クローゼットのお洋服はどちらで買えますか？ね、はい、今回その撮影現場、はい、撮影現場ってなんか現場ですね。現場というか、はい、サロンなんです。こちらのサロン、もう余裕サロンのサロン、はい、そこで月1回、はい、新商品のリリースをやっております。あ、月1回代々木上原です。はい、はい、でそれは試着会が約1週間なんですけど、ね、はい、それプラスサブで2日ぐらい、うん、あ、そうなんですね。もう好きなだけちょっと着てちょうだいっていうことで、はい、なんとシャツなんかも分からない。今日もね、サイズ38と40っていうのはね、着てみないと分かりませんよね。その、はい、でコーディネートも含めて私が全部アドバイスしますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。じきじきにアドバイスをいただけるんですね。であとはやっぱりオンラインで、オンラインのリピーターさんも結構多いので、はい、オンラインでは約1ヶ月ぐらいですかね、はいはい、オンラインでは買えます、はい、販売をやってるわけですね、はい、でそのニュースというのは、はい、毎日朝8時更新のマダム H のバラ色の人生で、必ずしつこいぐらいにちょっと最初にこう入れてますので、ブログですね、はい、見落としのないようによろしくお願いいたします。ブログのチェックです。はい、それでは今日は素敵なゲストをお招きしてのファッショントークをやらせていただきました。今日お話を伺ったのは
マダム H クロゼットの佐藤春子さん、マダム H さんでした。ありがとうございました。とっても楽しくさせていただきました。ありがとうございます。